イジドー・ストラウスは、ドイツ出身のアメリカの実業家。後に、百貨店の名シーズを買収して、世界的な百貨店に育て上げ、アメリカ会員議員も務めたが、タイタニック号の沈没事故で妻と共に死亡した。ドイツオッターベルクにある裕福な資産家の長男として、生まれた。7歳の時、父が、政治的理由で、アメリカへ亡命した。2年後に、 ジョージア州タルボトンに落ち着いた父は家族をこの地に呼び寄せた。陸軍士官学校入学の準備をしている最中の1861年南北戦争の勃発でジョージア州がアメリカ連合国に参加したため父の店を手伝うことになった。さらに南部の経済団体の代表団としてヨーロッパに渡るも北部合衆国海軍の海上封鎖によって 帰国不可能になってしまった。そこで、リバプールの商社に入社して、商取引の実務を学びながら、いざという時のために持参した1200ドルを元手として、ロンドンやアムステルダム市場で再建投資を行った。南部連合国の崩壊後の1866年、一堂は元手を12000ドルに増やして帰国し、父と共に輸入陶器の販売業を始めた。 1871年に結婚。妻のアイダ・ストラウスとは非常に仲が良く、夫妻は40年以上にわたって苦楽を共にし続け、男女7人の子にも恵まれ、口述の通り最後に死ぬ時も決して離れることはなかったと言われる。ちなみに、夫妻の誕生日はどちらも2月6日であった。1874年、弟の姉さんの提案で、 ニューヨークのメイシーズ百貨店の地下に出店した。彼は広告を積極的に打ち、安売りを行うなど巧みな商法で、メイシーズ全体の1割とも言われるほどの売り上げ実績を上げるに至った。ここを足がかりにアメリカの主要都市に次々と出店を果たし、ヨーロッパにも家庭用陶器の製造工場を設置した。1888年、親友であったグローバー、 グリーブランド大統領の後ろ盾を得て、メイシーズの経営権を獲得する。彼は、メイシーズの経営再建にあたって、同社を立て直し、世界的な百貨店に成長させた。この間に、政策上の対立から一度は、グリーブランドと決別したものの、1892年に一度は、大統領の地位を失った、グリーブランドが、大統領選挙に再挑戦した時には選挙応援に、 立って、史上初の大統領の復帰を実現させ、イジド同も民主党から会議員となった。しかし、ド同自身は政治家には向いていないと悟ったらしく、彼は、郵政長官への入閣要請を辞退し、会議員も一気で引退して、再び事業に専念した。晩年は、各種慈善事業や、アメリカユダヤ人委員会設置などにも活躍したが、1912年、 外遊先のイギリスからアメリカに帰国する予定の異児童と妻の間を乗せた当時世界最大の客船タイタニック号は4月14日23時40分に北大西洋のニューファンドランド島沖で氷山と衝突しわずか2時間40分ほどで沈没した。後日、イギリス商務省が発表した1513人の犠牲者の中にストラウス夫妻の名前もあった。当時、 タイタニック号は決して沈まない船という触れ込みで大々的に宣伝されており、造船会社の関係者たちは誰もタイタニック号が沈没するとは考えていなかったため、救命ボートは本来必要な数の半分しか用意されていなかった。生存者の証言によると、異児童はタイタニック号の沈没時、すでに高齢とはいえ男性の自分が女性と子供を差し置いて、 救命ボートに乗り込むことを潔しとせず、妻の間だけをボートに乗せようとした。しかし、間も、また最愛の夫と別れて、救命ボートに乗り込むことを拒否し、夫妻はタイタニック号の中で一緒に最後を迎える道を選んだという。夫妻を最後に見た目撃者によると、夫妻はデッキの上で腕を組んで寄り添っていたという。後に、異児童の遺体だけが発見された。現在、 メイシーズのニューヨーク店には、ストラウス夫妻の肖像を刻んだ記念碑が設置されている。タイタニック号沈没事故を教訓として、その後は乗船者全員が乗れる、数の救命ボートをすべての船に備えることが、国際的に義務付けられることになった。ジェームズ・キャメロン監督の映画、タイタニックで、ベッドの上でまどろみながら、船と運命を共にする老夫婦が、異児童と妻の間である。 未公開版では、一動画アイダを救命ボートに乗せようと説得を、心見るもアイダが断固として、これを拒否するシーンがある。ありがとうございます。